まだね、僕なんかその当時はまだ中学時代でしたからね。まあ、変わるっていう感じよりもね、田舎にいましたからね。で、玉音奏も田舎で聞きましたし、あんまりね、今考えると強烈だったろうなと思うけども、あまり強烈に印象には残ってませんね、僕には。あんまりむごい戦争の目に遭ってないんですよ、田舎でしたから。だからだったでしょう。これが自分の身内だとかね、目の前でね、見てる人がね、バタバタ死んでいくようなね、ことがあったのを、見たり感じたりしているとね、あれでしょうね。あのね、古武道の人って言ってもやっぱりあれでしょ、割り切ってたでしょ、何の役にも立たないでしょ、鉄砲とか大砲じゃね。で、武道なんかやっちゃってお金なくっちゃね、タンク1台買えないでしょ。そこが問題ですよね。全て戦争買ってるのはお金があるから戦争買ってるんですから。タンク買ったり飛行機買ったり、原爆だってそうでしょ、作るの飛行機作っても人大変でしょうね。だから戦争やっちゃいけないですよね。もうこれはどこの国でも戦争をやった人はみんな言いますからね、やり抜いた人ほど言いますから、やり抜いてきた人ほどはやっちゃいけないよって言いますから。